一応今回初めて全日本の代表候補に選ばれたということで、はいはい、まず感想としてはどうでしょう。いやもう正直驚いてますね、はい、もうずっと下積みだったんで、うん、まあ、まさかこうやって選ばれるとは思ってなかったので、うん、正直今びっくりしてるのと、まあ、やっぱ嬉しいですね、はい、その一言です。でナショナルチームに入って自分はどんな役割をしたいのか。そうですね、やっぱ僕がその代表に呼ばれたっていうのは自分の持ち味であるスピードとやっぱその爆発力だと思うんで、うん、やっぱそこをアピールして、はい、まあ、まずはアピールすることが大事だと思ってるんで、はい、自分らしくいきたいと思います。でちょっと話に聞いたところによると高校時代はまあシュート入ってなかったと、はい、でなぜ今シュート入るようになったのか、どの時点でシュート練習を一生懸命やったのか。もうそうですね、大学ですね、大学の4年間ずっと試合出れない時も、ずっとひたすら練習終わってからも最後までずっと、あとパフさんと一緒にずっと残ってシューティングしてました。それがつながってるのかなと思います。何本ぐらい1日打ってたの。いやもう本当警備員さんが早く帰れっていうぐらいまで毎日やってたんで、ちょっと何本も覚えてないんですよ。ひたすらシュートを打ってたり1対1っていうのはひたすらやってました。だからパプさんともしょっちゅうやってました。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとう。